はい、皆さんどうも、こんにちは、クワトロです。本日はですね、グリさんに、また来ていただいて、3回目のね、ガチ勢対談動画となっております。今回は、前回の最後の方で告知したと思うんですが、まあ、いよいよね、光属性のルミナス武器、オンラメン金色の装いについて、いろいろ話していこうと思います。はい、では本日もグリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、オンラメン金色の装いで良かったでしたっけ確か。多分そうですね。名前、なかなか定かではないんですけれども。誰もわからんという。はい。まあ、要するになんか、ダサ拳とか、まあ、グリさんは金手って言ってたような気がするけど。そうですね。自分は、金手呼びが、スタンダードで呼んでる名前ですね。なんか、ラメンとかなんか、いろいろありますけど、まあ、この武器はね、結構なんか存在感はすごいあるんですけど、まあ、古戦場では、なんか、いろんな方が、編成で存在するんで、まあ、結局どんな感じで使うのかっていうのを、まあ、取った方がいいのかみたいなところをちょっと悩んでる方も多いと思うので、まあ、詳しい編成とかね、ムーブっていうところを、今回はルミナス武器を使った編成に絞っていろいろ話を聞いていこうと思います。古戦場まであともう1週間余りっていう風な感じなんですけど、もうやっとなんか全ての武器が揃えるみたいな感じですね。そうですね。まあ最後のガチャの更新が光の浴衣じゃなくて良かったと今ちょっと胸を撫で下ろしているところです。ああ、確かに光の浴衣いるぞ来なかったですもんね。まあでも来るかなと思ってたんですよ。あの古戦場の敵でなんか出てた。そうですね。来なくて、もうお財布が守られたという感じです。はい。まあ、ということで、まあ、もう、光古戦場へのピースはもう出揃った。まあ、ルシオだけか。まあ、ルシオ以外は出揃ったっていうことなので、まあ、ほぼほぼ暫定ムーブっていうふうなところで、ちょっといろいろ話を聞いていこうと思います。はい。じゃあ、それでは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、じゃあ実際にここから編成を見ていこうと思うんですが、まず一番最初に肉集め編成ですね。肉集め編成は前回はなんかトリプルゼルでみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、今回ラメン対談なのでラメンを使った編成を見せてもらうんですが、まあ、ツープラのみですかね、これは。そうですね。まあ、トリプルゼルを投げる以外だと基本的にツープラのみで倒していくというのが、まあ、スタンダードな倒し方、まあ、目指したい倒し方かなと思います。はい、じゃあ一番最初に実際に殴ってるところをちょっと見せてもらえますか。はい。では、殴っていきますね。で、これで、2プラのみを押していきます。おー、すごい。とうとう2プラのみの時代か。そうなんです。でもこれで、まあ、しっかり倒せてるという、うん。なるほど。すごい。じゃあ、ちょっと詳しい編成見せてもらえますか。本当は、今、その、マコラ、ジャンヌ、フェリって並んでるんですけれど、このマコラは、レミオン三姉妹で、むしろそっちの方が火力は出ます。厳選再生は TA の。じゃあなんでマコラ使ってるんかっていうと、マコラは TA 厳選がいらなくて、まあ、クオもついてて可愛いみたいな。まあそういう感じで自分はまあ採用してる。レビオン3姉妹が可愛くないみたいな。誰かに怒られるかもしれない。あれですね。まあ、ダメージが届けばマクロにすることもできるってことですね。そう、そういうことですね。じゃあ武器のところじゃあ見せてもらえますか。そうですね。なんじゃこりゃ。鼻水出たわ、マジで今。こんなんなんですね。そうですね。まぁ、ちょっと今これ、検証で、扇上下に変えてるんですけど、通常上限でいいです。この宝典とアークに関しては、まあ、噂によるとなんですけれども、なんかちょっとやりようによっては、いろいろ代用が効くみたいなんで、これがちょっと見場のいい編成というか、まあ、自分が持っててかっちょいい編成って感じで組んでるので、まあ、そこら辺はちょっと優しい目で見てもらえたらなとは思うんですけれど、ちょっといろいろ工夫の仕様はあると思うので、まあ、ここまで実際編成の敷居が高いかというと、他にも試せるものがあると思います。それこそ、ホープナックルとか、ダヌの包丁だとか、まあ、そこら辺うまいこと使えると、まあ、届くのではないかなと思います。これなんか、宝典がないバージョンとか、自分もなんかさらっと見た気がしないでもないんですけど、これなんか、幅切りってそもそも抜けるんでしたっけ？ちょっと、自分は幅切りなしでは届かなかったので、わかんないんですけど、やっぱ結構便利な武器で、やっぱ長いだけあって、背中とか書くのちょっと、抜けやすいんですよね。いや、血みどろになるって絶対に。あ、だから要するにあれか、ここで、うまい具合に TA を盛ることによって、レビオン三姉妹が、みたいな話になってくるんですね、じゃあ。そうですね。ここら辺がうまくいくかどうかは、神のみぞ知るという。
神の溝じゃなくても知りたいところではある。真ん中の2本の武器に関しては、まあ、なんか他の武器でもいけそうな感じはするんですけど、まあ、さっきのキャラのところとか、そういったところが、まあ、要調整っていう風な感じですかね。まあ、ただなんか多分、あれですよね。まあ、なんかトリゼロ持ってたらトリゼロにするかみたいなタクもあると思うんで。基本的にその、ぶっちゃけそのエッセル入れるとか、なんかそういうのも含めて、まあ、トリゼルの方が、基本的にはおすすめだと思います。ぶっちゃけた話。ルミナス拳と一緒に走りたい人向けの編成って感じですね。そうですね。まあ、ぶっちゃけそこまですぐ自体はどっちも変わらないと思うんで、まあ、やりたい編成で走るっていうのは、戦場の醍醐味の一つでもあると思うので、やっぱり使いたい武器を、まあ、せっかく作ったね、武器とか、せっかく取ったキャラとか、どっちでもいいならやっぱ好きなキャラとして走りたいし、まあ、そこら辺は好みということで。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは肉集めを聞いてきたので、次、90ヘルですね。90ヘルについて、ちょっとまた話をしていこうと思うんですが、これはまたあれですね、画面がモザイクに、されているであろう状況ですね、今。そうですね。噂の紫色の髪のあの子です。いや、マジでね、ちょいちょい出てくるから大変なんだよね。まあ、モザイクの処理は自分が後勝手にやっていくと思うんですが、まあ、フロント的にはプリッシュ用なるみやと。これ一番最初に動き見せてもらえますか、じゃあ。実際の。はい、わかりました。じゃあ、ギルベルト、ちょっと防御値高いんですけれども、ゼウス、ゼウスです。ちょっと、検証で攻撃を主人公に当てたいので、まあ、カバーを押してますけれども、これはいらないです、本番では。で、基本的にはこの攻撃のみで、まあ、90ヘルを縛いていくって感じなんですけれども、この攻撃、のみに、これで反応しないのが、プリッシュさんとナルメア2が、ちょっとギルベルトじゃ反応してないので、もうちょっとディスペルで消して、プリッシュさん、ナルメア2、これが押したのが、要するにこう 77% 着地している状況で、本来は一応76から 77% ら辺に着地すると、まあ、削れ倒せるみたいな感じなんですけれども、これにね、本番ではこのプリッシュのカウンター、プリッシュのサポアビにカウンター持ってるので、全体特殊なら攻撃のみが届くであろうというのが、まあ、今のまあ自分の手持ちとか、まあ、勘案して、まあ、ひねり出した編成という感じです。あれですね、90ヘルで攻撃の目は非常にでかいですね。そうですね、まあちょっとその条件が全体特殊であるというのが大前提ではあるけれども、まあ、主人公がね、どうしても避けてしまうとかあると思うんですけど、まあ、それを差し引いても攻撃の目ができるなら、結構でかいという。はい、で、今、グリさんに出してもらってる画面が、あれですね、その防御値が柔らかいカカシを殴ったときに、まあ、どんぐらいのダメージが出るのかみたいなことですかね。そうですね。まあ、バフ割りとかを想定して、まあ、ちょっと、とりあえず、その柔らかい敵の参考資料みたいな感じでのお届けにはなるんですが、まあ、結構出るんですよ。思ってるより。で、まあ、ちょっと今さっきとジョブが違くて、魔法戦とモーク、まあ、ちょっとここはね、自分でも今まだちょっと探ってる状況で、微妙に僕の方が自分の環境ではなぜかダメージが出やすい気がする。ほんの気持ち。なんかもう薄皮一枚って感じなんですけれども。まあ、まあちょっとそこは、まあ、要研究みんなでしましょうということで。じゃあこれちょっと詳しい武器編成とかちょっと見せてもらえますか。はい、分かりました。はい、で武器編成がこんな感じと、でちょっと今画面には出してないと思うんですけど、サブにいるキャラが多分サンダルとエッセルですかね。うん、ていうか、なんかこれよく見たらとんでもない武器入ってますね。そうですね、ちょっとこればっかりはね、こうお安くすることができずちょっといろいろこねくり回して、とりあえずこれが一番自分の中では火力高そうかなという、まあ、状況なんですよ、これが。やばいな、まあ、要するにあれですね、その、技巧と TA をどっちも確保しなきゃいけないからみたいな話ですね、これ。そうですね、そしてアビ上限ももらわないといけないんですよ。結構シビアです。なんならフルクオン欲しいなという。フルクオン。まあ確かにさっきのやつは結構ギリギリですもんね。うん、まあただ、ギルベルトが防御値15なんですけど、90ヘラは防御値14とかの時もあるんで、
まあ 77% 出てたらいけそうな気もするんですけど、まあ、問題はこの幅切りだな。ちなみにこれあれなんですか、その極化入れて 75% TA みたいな感じですか。いや、これ極技なんで、実は。あ、これ極技なんですね。そうなんですよ。ちょっとこれだけ気をつけていただきたくて。まあ、あ、これ極技なんだ。極技なんです。まあ、極技じゃないと届かない。極派だと届かなかった。自分の試した感触では。まあ、ちょっとこれは変えざる得ないという、はいはい。TA 率でどうなってますそれ、編成。まあ、スキル効果量なんですけれども、これクリティカルも TA も一応マックスも載ってるんですよ。まあ、だから、この結局今大事なのクリティカルと TA のところなんで、まあ、ここさえ100と75ならという感じで、まあ、TA に関しては、まあ、ちょっとナルミアとかプリッシュが足りないので、そこら辺は指輪とかで厳選していくという感じで、確かナルミアが 7% ぐらいもらわなきゃいけない。まあ、そういうのはあるんですけれども。ここは要努力というか。はぁー。これ、代用できんのかな。ちょっと、ルミナス対談だから、まあ、ルミナス対談にふさわしい編成ではあるかもしれないですけど、ルミナスと、幅切り二刀流は何人いるだろうみたいな。あ、でもあれですね、その、プリッシュは基礎 5% だから、プリッシュも 5% 必要か。そうですね。まあ、自分はもうそこら辺は厳選はしてるんですけれども。一応、クリティカルのところと TA のところを補填すれば、まあ可能性はありそうだけど、え、これ、オメガ連撃、ナルメアがスツルムとかだったらワンチャンのかな？いや、ちょっとわかんないですね、正直自分も。ちょっとわからないけれども、そう、殴ってる感じで、明らかに主人公と、そのプリッシュのダメージはナルメアよりちょっと高いので、それがどこまで通用するのかは、やってみないとわからないって感じです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあじゃあちょっとこれ、現実問題を真似できるかどうかはちょっとかなり難しいと思うんですが、まあ一応参考までの感じで。まあ要するにナルメアの枠が TA すればいいんで、スツール持ってたらスツールで代用できてほしい、俺は。幅切りはない、うん。なるほど。まあでも多分キャラはあれですね。まあちょっとなんか、幅切りのところが一番ネックですけど、まあキャラがそのどうなるかっていうふうなところも含めて、まあこんな感じのイメージってことですね。そうですね。とりあえずの。了解です。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次95ヘル編成について、見せてもらおうと思います。まあ、やっぱりね、まあ、レスラーとか、拳メインの上位になってくるんで、95ヘルからなんかいよいよね、本領発揮してるところを見れるかと思うんですが、まあ、いつものメンバーって感じですね。そうですね。ここは変わらなかったんですよ。残念なことに。残念。まあ、まあ、うん。まあ、お財布には優しいですよ。こう、絶対取らなきゃいけないものは、周り見なかったということなので、ちょっと変わりたかったなって気持ちはあるんですけど、まあもちろん去年とはちょっとポチポチするものとかが、まあ、変わってはいるんですけれども、まあ同じキャラをこするのかというこう、なんとも言えない気持ちもやっぱり心のどこかにね。多分あれですよ、ハローフロット無限とかがもうあれですよ、多分2年先のキャラだったんですよ、きっと。間違いないです、それに関しては。2年どころじゃないですね、もう。去年がオーバースペック、もはや。今年もオーバースペックあるけど。多分3年ぐらい早かった。まあ、そうですね。うん。はい。じゃあ、まあそんな感じ。じゃあ、一番最初ちょっと動き見せてもらえますか。じゃあ、いきますね。はい。では、これも150、プラウドのゲルベルトを殴っていきます。ムーブとしては、ロレンスの位置を無限につけて、涅槃1、3、無限2、無限3、攻撃。という形になります。はいはいはい。え、これ、え、2プラを押さないんですか。そうですね、現状押さない想定という。いや、すーげーな見てたけどこれで 28% まで届いてるという感じです。あー、はいはいはい。まあ反撃で今17ぐらいまでいってますけど、15、かなり削れたな。あ、なんならあれですね、そのワンチャンなんか主人公のその回避のところが発動してもねじ込めそうなぐらいの。そうですね、まあ割と余裕ありそうな感じがしてて、ギリギリを狙ってというわけではないです。多分幸せのパンケーキだけでいける感じだと思います。うーん、なるほど。とこちらも詳しい編成じゃあちょっと見せてもらえますか。はい。では実際の編成をね、見せてもらおうと思うんですが、なる、あ、てかなんかエフェス2なんですね、意外と。そうですね。その、基礎火力がやっぱりエフェス3本目ってどうしてもダメージが落ちてしまうんですよ。いろいろ試してる感じ。
まあ、それゆえ、まあ、基礎火力が高めの武器、それこそやっぱエレンって強くて、本来この岩盤のところはエレン3本目の連撃とかでもいいんですけれども、まあ、ちょっと自分、その、ゲージの問題で、まあ、ちょっと今、非常ににらめっこしてる状態で、まあちょっと、とりあえず岩盤でも届くし、まあ、岩盤で、まあ、代用してるという感じですね。なるほど。ちなみにこれはもうあれですか、連撃75に届いてるような。そうなんですよ、これね結構 E が75まで届いていて、まあ、連撃自体はそこまで心配することはないと思います。すごい。あれでも俺ネハンニア押してなかったですもんね。押してないです、押してないです。ってなると、残りの 25% はあハーマーで 10% と、覚醒で5だから残りの 10% をどうにかすればいいから。そうなんですよ。ネハはリミボがあるので、でフロレンスだけ、まあ、ちょっと、基礎 TA が 3%、だから 7% もらわなきゃいけないという感じですね。無限もだ。無限もその 7% ぐらいもらわなきゃいけない。無限とフロレンスだけちょっと TA が必要という感じです。でもこれ、ちょっとちなみに DA 確率って何パーセントでした、さっきそれ。DA は、はい、ね、75です。多分あれかもしれないですね。さっきラメンでめっちゃ反撃で言うやったんで、もうなんか、なんならフロレンス DA でもいけるんじゃない？まあなんか、当たりがささえ良ければ、多分そこまでなんか天才になる必要がないんじゃないかな、とは思ってます。でもなんかあれですもんね、フロイチを無限につけてるから、無限は絶対 TA 確定させないといけないけど、なんかフロレンスぐらいだったらむしろ DA で硬直ちょっと減らした方がいいまであるかもしれないですね、ワンちゃん。まあもしかしたらあるかもしれないという感じですね。で、ジョブが魔法戦士と。そうですね。レスラーより2プラは幼いので、その、無限のニアリに属性バフが持っていて、魔法戦士の、この、属性攻撃アップ、効果アップが発動するので、まあ、ちょっとこれは魔法戦士の方が明確にちょっと有利が取れるので、魔法戦士の方が良いと思います。ありがとうございます。まあ、石に関してはいつものって感じですね。そうですね。まあ、実はこれ1個だけ改善点があって、まあ、何か改善する必要があるのかっていうと、このハレスのところを250ゼウスにした方が、まあ、どの編成もですけれども。改善というか、みたいな。あ、で、これ両面ゼウスなんだ、今思ったら。そうなんです。まあ、やっぱ、250ゼウス2枚あった方が、この5戦場明確に強くなります。いや、終わってるもん、何人用意できるんだろう、それ。用意できても走る人も、走る人いなきゃ意味ないしな。うわ、ちょっと悲しい顔しながら、あ、持ってないんだな。って思いながらやります。なるほどね。いや、すげえ時代だな。でもなんか両面強いですね。さっきの90もそうですけど。そうですね。やっぱ TA とかクリティカルとかいろいろ考えると、両面ゼウスは、できるだけ両面ゼウスにしておきたいところは多いかな。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは、次 150Hz の指導に関してですね。まあ、メンツは変わらずと。まあ、ちょっとこれに関してはちょっと注釈が必要なんですが、現状これ届くかわからないというか、はい、まあまあ微妙です。あ、そうなんですね。まあ、そうです。まあ、現状自分の中では、ソルジャーが早いんじゃないかなと思ってて、そもそもの話。届かない説が、まあまあ高くて、まあ、要改善ではあるんですけど、まあ、とりあえずその、この場が、そう、金手、金手の特集ということなので、まあ、そのルシオを含め、もしかしたら、これが、届くかもしれないという、まあ、ちょっと叩き台と思って、まあ、見てもらえればなと思います。なるほど、わかりました。じゃあ、あれですかね。じゃあ、ちょっと一旦見せてもらいますか。じゃあ、最初に動きを。はい、ソウルフォージが発動しましたと。はい、じゃあ、やっていきます。はい。でアブ、エミス。まあ、ここら辺は、ま、いつも通りで。そうですね。まあ、基本的に中身もね、95とさほど変わらなくて、まあ、あれにこう何かを足すか足さないかみたいな話ではあるんですよ。結局のとこ。もうでもやっぱ無限の削れ方すごいっすね。明らか、火力が一人おかしいので、あ、でも結構ダメージいってますね。そう、ただこれ、まあ、バブも投げてしまっ
って、まあ、ちょっと防御値とか、まあ、バフ割りとか、まあ、そういう、まあ、いろいろを加味してという感じではあるんですけれども。まあ、これにね、金艇とか無限のカウンターが発動すれば、まあ、割とそのバフ割りとかでは可能なのではないかな、というのが、まあ、なんとなくの、こう、まあ、叩き台としてのイメージなんですよ。ちなみにこれ何パーセント残ってます？9% 残ってますね。9% か。まあでもあれですね、普通になんか、まあそのダメージの数値的には 95% 残りぐらいまでだったら全然いけるんで、うん、そう考えたらですね、もうなんか、ルミナス拳のカウント発動したらなんか余裕で届くようなラインにはいるんですけど、まあじゃあちょっと詳しい編成から先に見せてもらえますか。はい。はい。それでは、出た、ルオー拳。ここで登場。もうちょっとこれが最適かもね、わからないんですけれど、まあ単純に普通に強いなっていうのが、明確に、まあなんかちょっと硬くしたい理由があって、やっぱ150の攻撃ってまあまあ痛いじゃないですか。死んでほしくはないという主人公、特に。そうですね。それから、ちょっとここは、まあ自分は安牌取った方が、まあ、蓋開けてみたらもっとギリギリ攻めれるかもしれないけれども、まあ一応叩き台の段階としては、まあ、安牌を取りたいなっていう思いから入れてます。で、これで、なんかさっきソルジャーとみたいな話があったと思うんですけど、なんか自分が今知ってるソルジャーのムーブだと、まあ、大体多分23、4秒とかだと思うんですよ、理論値が。もうちょいちょっと時間かかるちょっとあれなんですけど、で、これのレスラーが通ると、大体20秒ぐらいですね、通るとしたら。いや、甘すぎますね。どう考えてもおかしい。150秒。しかもあれですもんね、リロードの回数少ないですもんね、こっちの方が。そうですね。まあ、でもあんま楽ちんだと思います。ちょっと心配なのが、連撃率とかなんですけど、これね、フロレンスだけがね、かなり厳しくて、まあ、無限棒はまあまあキッズビアなんですけれども、100% にしようと思うとハードルが高いんですよ、実はちょっと。なんでかっていうと、今この編成、まあ、エデンを1本入れるだけでだいぶ違うんですけれども、まあ、これでやろうと思うと、T が 41% なんで、まあ、テミスタはしても 81% なんですよ。つまり、19% ぐらい自分でもらう。覚醒で 5% なんで 14% ってことで、あ、でもあれですもんね。覚醒で 5% で、基礎がどっちも 3% ですもんね、確か。そうなんです。そうそうそう。やけに、そう、今さっき95で無限厳選してたのは、まあそこら辺もちょっと意図があったんですよ。こうやろうと思うと、かなりもらわないといけなくて、まあエデン1本あるとそれがマイナス10になるので、まあかなり違うのは違います。ただそう、まあちょっとそこら辺の注意点は必要かもしれないって言ってね、怪しいポイントの一つですよ。ああ、なるほど、そっか。まああれですもんね、ただでさえ今ギリギリを攻めてるような状態だから、エデンにして届くかどうかっていうふうなところも実際敵が来てみないとみたいな。そうですね、まあちょっとそのエデン、まあ、入れてみると、こう、不足ダメージ自体は上がるんですよ。まあ、基礎火力自体は上がるので、間違いないとは、ただ上限が下がってしまうので、それなくても怪しい。ダメージなのに上限はあまり減らしたくないなという思いもあるんで、ちょっとそこら辺も、まあ、要検討というか、そういうところも含まれてます。なるほどね。わかりました。召喚石どうなってます？いつものという感じ。その、丸々が入れれないので、ちょっとそこがやっぱちょっと痛いポイントなんです。そこで 10% 漏れないせいで、結構辛い。いやー、なんか風子戦場の時にベリアル抜くみたいな軸も一応あったっすけど、この軸だと抜くと結構ダメージ下がりそうっすね。ちょっとダメ感がかなりギリギリになりそうなので。まぁ、ちょっとソルジャーも結構早いっていうようなところだけど、まぁ、もしこれが通ったら相当いい編成になりそうなんで、ラメ持ってる方はちょっとルオー拳の本数とかそういうところちょっと相談しながらになるんですが、まぁ、参考にちょっと組んでおいて本番試してみるといいかもしれないって感じですね。そういう形にはなると思います。はい。それではいかがでしたでしょうか。今回はね、ルミナス拳対談ということで、気になっている方が非常に多いテーマだったと思うんですが、グリさん、今回もちょっといろいろ話聞かせていただいてありがとうございます。はい。こちらこそ、ありがとうございました。ということで、まあ、これでね、一応動画化する、ガチ勢対談については、この3本目の動画で一応終わりになるんですが、光古戦場直前で、ルシオの最終が来る4月4日の、23時から、私、クワトロのチャンネルで、グリさんと一緒にね、
何でも質問ライブっていうものを計画しています。まあ、なので、ぜひね、ちょっと光属性の編成と、このガチ勢対談を見たけどよくわからんっていう風なところとか、あと個人的に細かいところで聞いてみたいところがあるっていう人は、まあ、ぜひね、4月4日の23時から、遊びに来てくれると嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。では、改めてになりますが、グリさん本日来ていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ、なんかやっぱ、ここで話すと、まあ、自分もしっかり考えるいい機会になるので、すごく助かってます。もう普段恐ろしく考えてないので、考えなきゃいけないなという。いやでも正直ルミナス、もう実はあれなんですよ。つい先日のライブ配信で自分もなんかルミナスコプシー、なんか勢いで取得したはいいものの何もわからんっていう状態だったんで、自分もかなり助かりましたね。いや、やっぱ誰かと話して、いろいろこう対談するって、学生の時とかなんか教えるとか、すごくいい勉強になるよみたいな、なんかちょっとふんわり聞いた人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれに近しい状態で、なんかちょっと教えるとはまたね、ちょっとニュアンスもちろん違うと思うんですけど、話すって大事だなと思いました。何それ、ボケ防止みたいなノリで言われてくださいもんね。いかがでしたでしょうか。次の対談ライブでは、今回ね、ちょっと 200L のムーブをまた紹介しなかったんですが、まあ、現状あれですもんね、ラメンを使った 200L ムーブは、一応早いのが存在しないっていう認識でいいんですもんね。現状、金手を使って、その 200Hz を回るというのは、ちょっと薄そうな世界なので、あまり考慮しなくて良いのではないかと思います。まあ、ということなので、まあ、去年に、引き続き、まあ、多分レリバでブリブリするみたいな感じになりそうな気がするんですけど、その辺ね、先日のエフェスを天井するっていう風なライブで、実はちょっとなんかいろいろちょっと試したんですけど、その時にね、ちょっとツイッターではなんか軽く言ったんだけど、とんでもない事件が発生して、実はブリッツをどのぐらいの回数でどのぐらいダメージ出るかっていう風な検証してるにもかかわらず、片面極化でやろうと思ったらルオイシを入れ忘れて極化をやってない状態で検証してたっていうとんでもないアホなポコをやらかしてしまったんで、俺は。なかなかですね。まあ、なので、その後に、自分が個人的に、殴った時に、もう全然ダメージが違いすぎてびっくり返ったんですけど、まあ、なので、その、エクスカリバーを使ったそういったところも、次の配信でね、まあ、実際なんか、見せていけたらいいなというふうに思ってるので、まあ、200Hz のムーブ気になる人もぜひ、お楽しみにって感じですかね。じゃあ、今回の対談はこんな感じで終わりにしていきますか。はい。よかったらね、私、クワトロのチャンネルも、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。